さんだったんじゃないの？おいおい、なぜかキョンシーになって固まっている矢口。すると、あー、こんなところにお札が。本当だ、貼って。早速キョンシー矢口にお札を貼ってみることに。すると、あ、なになに、ごめんみんな、矢口正気に戻った。これってよく見たら餃子の皮じゃないですか？そうです。要するに、はい、餃子が食べたい。はかった。餃子を食べよう。はい、じゃあね、早速1品目に行ってみましょう。嬉しい。いくよ、せーの、じゃーん。わー、おいしそう。いただきます。いただきます。箸にほんとくっついてる。いただきます。うまい。大感激の餃子一品目は、しいたけの香りが食欲をそそるしいたけ餃子。しいたけ、これに醤油つけたらもったいない。もったいない。うん、おいしい。あっ、くっ、いつも食べてる餃子と違うでしょ？うん、違う違う違う。おいしい。めっちゃ美味しい。これは美味しい餃子ですよね。そう。じゃあね、まだお腹空いてる？はい、次行ってみよう。ピンクの皮に包まれているのは、とってもジューシーなトマト餃子。なんか赤い虹？あ、つゆ飲んだらわかるよ、なんだか。ね、つゆ飲んでみ。つゆ飲んだらわかる。あ、すごい美味しい。トマト味。いまだにわかんないんだけど。うそ。次から次に出てくる餃子をきれいに平らげていくミニモニ。そして6品目はこちら。いきますよ、せーの、じゃん。わー、黒い。うわ、これなんか怖いな。なんだろう、海とか。待って、下にくっついてるんだ。ほら、黒いで、これ取ったら下がないけどさ。あ、すごい梅雨。なんだろうこれ、黒い、黒い。あ、何、匂いが分かったぞ。何？あ、さあ、炭だよ。炭の匂い、貝の匂いがする。うん、うん、すごい変わってる。うん、美味しい。あの、干し貝柱が入ってるらしいんですよ。すごい貝の匂いが。やこちさん、すごいですね、全部。え、全部中身分かりましたね。うん、すごいでしょ。うん、あー、美味しかったね。どうですか、美味し